腹痛え。大丈夫か。あリユース、リデュース、リサイクル、できることから始めよう。どうも、これガチかもしれない。ワニ、レックスのレックスを鬼にいます。こっちは、パーク立ち入り禁止しようぜ。そこがいいんだ。極物の見解としてどういうことだっけ。そうです。何の時間だよ。奇妙な入り口への扉はすぐそこにあるのかもしれません。どうも、極物のライトコースケです。こいちです。今回はですね、はい、任天堂64で開発が中止になった幻のゲーム、クローをご紹介していきます。よっ。クロー。絶対知らないし、発売されてないから、まず。そういうソフトが見つかったの。そう。まあじゃあ、早速見ていきますか。はい。どうぞ。ってことで、今回ご紹介するこのクローというゲームはですね、はい、カタストロフィークローっていうタイトル名で、日本語に訳すと大惨事のカラスっていう、うんうん、黒いカラスが主人公なんですよ。ちょっと可愛らしい感じの、はいはい、1996年に開発が始まって、99年に発売される予定だったんですね。実際に97年のスペースワールドっていうゲームの祭典みたいな、はいはい、今でいう東京ゲームショーみたいな、はいはい、そういう場で発表されて実際に作られていたんですよ、うん、でも結局開発が途中で終了してしまって、それで販売されることがなかったで、実際俺たちも含めて全員がプレイをすることがなかったと、はいはい、っていうゲームなんですね、うん、当時はめっちゃ期待されてて、っていうのもそのスペースワールドっていうそのゲームショーの時に、はい、ものすごい評価が高くて、うんうん、世界がちょっと期待してたゲームだったんですよ。あ、面白そうだなって。そう。ではなぜこのゲームが発売されなかったのか、はい、その理由がですね、開発者が行方不明になってしまったんですね。ほう。いきなりいなくなってしまって、はいはいはい、でどういう風に開発したかっていうと、まあ、1人マンフレッド・ローレンツっていうすごいベテランのゲームクリエイターがいて、その人が何人かこうエンジニアを雇ってチームで作ってたんだけど、うん、いなくなってしまったと。はあ、なるほど。チームのブレインがいなくなったんだね。そうで、まあ当然解散っていう形になって、その後にゲームキューブが発売されたんですね、うん、はいはいはい。でも64のソフトに対する需要がなくなってしまって、で、うんうん、まあ、いつの間にかこのカタストロフィークローというゲームはみんなから忘れ去られてしまったと。なるほど。っていうゲームなんですよ、うんうんうん、じゃあですね、どういうゲームなのかみんなに見てもらおうと思います。こちらです。これですね。なるほど、はい、カラスがね、うん、動いてジャンプして、はいはい、いやこれすごいでしょ。あの、うん、スーパーマリオの64の丸パクリですよ、これ。なんなら、もう、側だけだよ。すごいなこういう、これ見て。要は、うん、マリオ、オブジェクトをマリオからカラスに変えただけだよ。いやこんなんで、優秀、販売できたのかな。任天堂が怒りそうだよな。ほら、壁を見て、蹴ってる。これ、壁キックじゃん。すごいな。これがですね、カタストロフィークローというゲームなんですけど、はいはい、先ほども言った開発者のローレンツ、彼はですね、実はその行方不明になった後、彼が持っていた船が海の上で見つかっていまして、はあはあ、彼の姿はなかったんですけど、手紙がね、残されていて、借金内容だったりとか、ゲームに対する気持ちとかをな妻に向けて宛てた手紙が残っていて、はあ、で、彼の姿はなかったっていう最後なんですよ。何が起きたのかっていうのはあんまりわかんないんだけど、はい、なるほど。どうやらなんか莫大な借金を抱えていたようで、なるほど。それにちょっと押しつぶされちゃったのかなっていう感じ。ゲームこのクローを当てたら採算が取れるっていうあれだったのかな、感じだったんだろうね。で、画期的なゲームを作るって言って多分作れなかったんだと思う。なるほどなるほど。もうだから結局マリオのまあまあパクリだから、プログラミングとか多分コードを多分全部コピー&ペーストした感じじゃん。はいはい、そうだね。もうそういうもんだもんね。もんじゃん。だからそうなんじゃないかな。それでもう結局すごいもんが作れないってなって、借金もある。これ売り出せないってやって逃げちゃったというか、まあ、最後どうなったかわからないけど。でもそういう感じかも、ね。なるほど。ちょっと悲しいラストなんですけど、うん、はいはい、まあ、もしかしたらだから発売したら発売してたでちょっととんでもないことになってたかもしれない。うん、まあ、まとめるとですね、はい、彼はこのクローというゲームに数百万ドル費やしていて、うん、ああもうそんなやっぱぶっ込んでたんだね。そうだね、うん、もう気合い入れてやってて、うん、ただ結局行方をくらましてしまい、その後キューブが発売されてクローも64も、うんうん、まあ、ちょっとうやむやになって終わってしまうという
話なんですね。なるほどね、うん、でちょっと最後にですね、はいはいはい、クロウの、ま、クリアというか最終局面の場面でちょっとなんかね恐ろしい映像が撮れているんですよ。なるほど、はい、で今回ちょっとそれ入手したので、うん、皆さんにお見せしようと思います。はい、これがもしかしたらローレンツの気持ちを何か表していたのかもしれません。なるほど、はい、ではご覧ください。とある館の部屋に入るんだけど、ここっすね。うん、問題のシーン。うん、まあこの黒からさ何かを見つけるんですね。うん、ホラーゲーだったのか何なのか、アクションゲーだったのか分からないっすね。なんかどういう気持ちでカラスの死体なのか、でも生きてはいるか、なんか惹かれた鳥みたいな感じじゃない、そんな感じだったね、うん、ちょっと闇がすごいっすね見えましたね、はいはい、ってことでカタストロフィークローでした。はい、いや気持ち悪い、うん、いやなんか切羽詰まってたのかなって思いますけど、そうだね、どういう心境だったのか分からないけど、うん、そうですね、いやまあね、なんかこんな謎なゲームですけど、うん、カタストロフィークロー、これ一体何だったんでしょうか。はい、極太の見解をお聞かせいただきたいと思います。はい、発売されることがなかった幻のゲーム、これはですねマリオです。パクってましたねこれダメですよこれは出したところでバチバチに任天堂の法務部に怒られてたと思います。そうだね、出さんくてよかったと思います。正面から言ってたね素人の俺らが見てこれはパクリだってなってんだから、うん、多分ダメでしたね。そうですね、はい、皆さん著作権には気をつけましょう。以上極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。ドラゲットしてこー、今回ですね、はい、スイッチプロです。うん、なんか噂には聞きますね、うん、どうやら2022年の9月スイッチプロが発表されるとちょっと噂になってます。どうなんだろうね、そのリークは確かなのかい、もしかしたら合ってるかもしんないですね。ほうほうほう、あというのも、うん、今までにスイッチの関連グッズとか、うん、あとスプラトゥーン3とかを正確にリークしてきた、うん、リーカーって呼ばれる人たちがみんな軒並み揃えて9月って言ってない。そうなんだ、うん、だからでもどうなんだろうね、半導体がめっちゃ不足してるらしいじゃん、ゲームに必要な。本当だよね、だから未だに5もプレステ5もさ、なんかね出てない、ずっと抽選だもんね。あと有機 EL モデルがさ出たばっかで、カセットスイッチのでもできますよっていう感じにしてほしいね。本当だよね、そのなんか操作性云々とかの向上がスイッチプロにはありますみたいなだったらいいんだけど、うん、なんかスイッチもう使えないですよ、新しいスイッチプロ専用のソフトはスイッチでは使えませんよみたいなだったら、えっと思っちゃうね。なっちゃうね、うん、買ったのにっていうね、うん、有機 EL モデル出たばっかじゃんみたいな、ね、本当だよね、うん、そしたらちょっと殴り込みに行こうか任天堂に。重いよまあ9月ちょっと楽しみにしておきましょう。はい、はい、以上極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。